武田哲也今朝の3枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。非常に重たいテーマでありますけども、せっかく3枚におろしたネタなんで、もうやろうかと。はい、ちょっと迷ったんですけどね、どれにしようかと迷ったんですけど、はい。前から香奈が結構嫌っておりました。いや嫌ってはいないじゃですけどちょっと、なんか、などう、ドキドキしちゃった。いや、だから、昨年の12月ぐらいかな、男、と言いますか、父親なんか必要か、とかっていう問題を、うん、 取り上げてちょうどその放送中に熊本の方でですねバカたれ男がですねなんか知りませんけども覚醒剤を赤ちゃんにというのをねえそういうことありますんで事の本質みたいなものをですね確かめる意味で男女あるいはその大人というものがどういうものであるかそれを一面ではなくてですね 掘り下げてみたいと思います、はい、で、この女が女になることと言いますのはこれはもう私の大好きな大学教授で三沢千鶴さんというこの方の書いたね鬼ババア化する女たちってのがね <laughs> すごいタイトルですねこの人のこの一冊でねどれほどの謎が解けたかねんなんと言いますか実に率直なんですよなぜ女は鬼と化すのかという 鬼と化しますあのねそう言われてみるとね、はい、女の人ってね鬼ババア化するっていう、うん、鬼という言葉を女性にしか使ってないわけで鬼じじいって言いませんもんね鬼じじいってないです、うん、言うならひひじじいですよね,すね鬼ババアっていう、うん、そ,それを女性の立場でなぜ女だけが鬼ババア化するのかっていうのはね すっごいこの本で謎が解けたし、はい、もう絶対に口が裂けても私は言いませんけども、あの、その人が誰か言いませんけども、はい、本当にいたんです、目の前に。鬼ババアですかと、貸した人がね、<laughs> ほ<う>なんであんないい人だったのにと。ほ<う>若い頃は美しくインテリで、一途で、ブレていないほ<う>それがね、とある年齢を超えた瞬間からね、非常に 窮屈で、頑固で、融通が効かずね、暴力的なんですよ。<ー>あのね、かなりピンとこないかもしれないけど、おばあさんもね、暴力振るようになるよ。<ー>70過ぎた人がね、杖振り上げる恐怖感ってね、はい、ちょっと圧倒されますよ。うん、で、じじいだったらわかるんだ。はい、投げつける言葉も良い。あのね、おばあさんがね、怒りのあまり、 孫ぐらいの年齢の子に杖を振り上げてるっていうのはね、<え>ちょっと一周、真昼の怪談みたいな、ね。そういうこともありまして、なぜそうなったかっていうのを、ミサゴ千鶴という方が、とくとくと、はい、で、それが鬼ババア化する女たち。これ公文社から出ております。で、まあ、それから何冊もお書きになって、今女が女になることという、これ藤原書店。このミサゴさんは疫学教授。 つまり、たくさんの人から、えー、いろんな話を聞いて、それを健康に活かすとかね。はい、肺がんになる人をずっと調べていったら、タバコを吸う人が多かったっていうのは、疫学調査の結果なんですよ。うん、そういう、う、えー、研究をなさっている教授さん、なんでありますな。人間を、こう、保健衛生、というような面で見ていくという方なんであります。はい、で、この人の本はですね、うならせるような爽快な一言は本の中にありません。 ことの本質について、いくつもの、その、事柄を重ねて、迫っていく人なんですよね。はい、で、帯、この本を紹介する帯に、こういう紹介文がありました。仕事、家事、育児の両立が、やかましいが、問題は両立や経済だけでなく、男に抱きとめられ、子供を産み育て、生徒生殖を担う女の体の喜びが、今、 見失われているのではないだろうか。ほう。カナさん。はい。生と生殖。またすごい言葉が出てきました、ね。いい言葉ですね。こういうのは実に率直なんですね。子育ての困難さが少子化、保育園不足等々、社会、行政の問題等々、ありますけども、これらすべて、カナさんドキッとしないことの本質は、はい。女が体の喜びを忘れたからだ。 うーんどういうことでしょうか<な>はい。そういうことになるでしょうはい。この人は女性の権利の問題を扱うときも、女の体から問いただすという手順の人でありますから、男どもをつくづく納得させる力を持ってらっしゃる。はい。例えば、えー、前著でありますが、鬼ババア化する女たち、これ公文社から出ておりますが、この方がですね、貴族の表現ながら、男が相手の男に責任を問う表現に、 朝からふさわしくないんでありますが。ほう。貴様、それでも、まるまるついてんのかという、こういう言い方がありますよね。はい。まるは適当にお考えになってくださいね。そういう叱責があります。面白いですね。男は男を罵倒するときに、まるまる四文字でありますが、ついてんのかと叫ぶんであります。はい。ねで。人間というのは非常に面白いことに、この他にも、腹、肝、首、 腰など、肉体の一部を心理表現に使う。これが日本語の特徴ですね。はい。で、女性にはその手の言葉がないのかあ,のあるんですよ。あります女の深い世界の中に、女性の身体の一部を取り上げて、女が、女をしつけるときに使う言葉があるんでありますが、はい、今ちょっとね、あの、カさんがお腹あたりを押さえていらっしゃいます。えー、どこだそこじゃない。ずばりお腹の下あたりを、 言葉であえて叱るというそういう言語世界が下流界にあるんですね、はい、これはあたりの話から入っていきましょうかの明日ねこ杉次また明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。三佐千鶴さん、女が女になること、藤原書店のこの一冊を取り上げております。この三佐さんの率直な物言いというのは、なんていうのかこう、頭が上がらないというのかね、はい、尊敬するんですよ、この女性教授を。私は素直にね、この方が日本舞踊伝授の現場で、これ京都なんでありますけども、そこで、 聞くんですね、はい、あの芸妓さんとか舞妓さんを仕込む舞を教えるお師匠さんの言葉で。はい。おひしが歪みますえおひしおひし。ひしほう。これが女性の。おひし、はい、はいはい。おひしってどう書くんですかあの、ひし型のひしじゃないですかね。おひし。え、それがずばり女性の、え、正規ですね。もう、まあ、はっきり言ってしまう。っていうんだ。 京,京都弁でね、おひしって言うそうです。うそういえば確かにこうひし型を、まあ、しているようなしていないようなね。<laughs> よくわかりません、ね、私も。赤は、関ラ,ラ見たことはないんでね。手探りの状態で喋っておりますけども。あのおひしを歪ませちゃダメなんだって。ほうそうやって考えると、日本舞踊の踊り子、藤娘とか連想してごらん。はい。おひしが歪んでない。なそれが伝わってくるだろう。わかる気がする。あれがね、 歪まない。うん、ひし形のまんま腰が回転するっていう。<laughs> 腰が入ってる感じそうそう,そう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 。<ー>だって、腰入れるとか砕けるとか抜けるとかっていうのは、日本語しかない表現だからね。うん。おん。お肘を歪ませるな。うん、それが身体を、の中心を作る、そのいわゆる武道でいうとこの丹田になるわけよ。はい。この辺うまいね。うん、そして、カナさん。はい。 あっと驚くなかれ。女の子の成長を願う。おひな様、横の方に飾るお餅の名前はひしもちつまり、それはあそこが順調に生育するように願うという。そうなんですかほら、面白いだろう知らなかった。つまり、非常にストレートなお祭りなのよ。ひしもち ええー、そういえば、よく見ると、あれセクシーだよな、なんか。いや、なんでひし持ちなんだろうって。ああ、あれですよ。あ、れですよって、それしか言えねい。わあ、面白い。そこが、あの、順調に生育するように。へえ。ある意味で、あの、子孫繁栄の、はい。人類を支えているんですよ、おひしが。はい。そういうことを、みさこさんがおっしゃるんですよね、えー。 やっぱ、なるほどと男性としては聞いておりまして、うなずかざるを得ないのは、このミサゴさんのこのあたりの、その語り口の良さでありますね。はい、ミサゴさんは絶えず身体を通して、性に即して女と、母を解くという、そんな方でありますね。で、第一章で著者は出産を問うております。著者は言います。子供にとって親は宿命です。本当にそうですな。 子供にとってもう一回繰り返します。親は宿命なんです。で、とりわけ繰り返しますが、母親は絶対の宿命なんです。胎児のうちは一体であり、生まれてからは懐かしい匂いと声を持ち、私という人間の基礎を作る母親は、すべての人にとって宿命です。 実際に人間としての核、一番深いところは、1歳までに人との接し方の基本、3歳までには科学的知見によらずとも確かである。とにかく、1歳まで人間としてのその核ができる。で、その後、人間としてのそのコミュニケーションの結び方、3歳まで母親が作るんだって。うん、だから、安倍さんがおっしゃってることはまんざら、言い方悪いんですが、間違ってはいないんですよね。うん、だから 基本は母親との接触。うん、これが人間を作るということを保育園の前に語らなきゃ、あの、美佐子さんはそうおっしゃっておりますね。うん、保育園がいっぱい用意されているところがいかにも子育てしやすいぞとかっていう言い方をする人がおりますが、それは違うと。あの、幸せな母の声かけにより言葉は人に芽生えていく。3歳までの母親の存在、とにかく大きいんだと。はい。で えー、層のこと、出産から考えてみましょう。で、ミサゴさんの言い方がすごいですね。果たして出産は、医療の問題かどうか疑問に思うと。うん、出産については、母体へいくつものリスクが想定されていると。で、それは非常に苦しく危険なものである。そうですな。女性が出産するときものすごいそのね、うん、苦しそうにという。あんなの女の子は見てったら、うん 赤ちゃんってのは恐ろしいことなんだなぁと思うでしょうね。はい、その想定で医療が関与し、医療のもとで出産は支配されている。今そうであります。痛くない出産。これ医療によって可能なんであります。例えば、2012年自宅出産をしたとの罪で、ハンガリー助産婦が逮捕されてる。ハンガリーで逮捕されてるんですな。はい。あの、出産しちゃいけない場所で、はい、自宅でしたということで。はい、で、さらに母親の賛同を通らず、 帝王切開による出産はアメリカヨーロッパでは30%賛同通らないんです、はい、日本でも2010年以後もう帝王切開から20%だってああ増えてきたんですねそうですその賛同通って赤ちゃんが生まれてくるというちゃんと訳があるわけですよ生物学的なそれが無視されてるとうん必これんだと思う賛同なんで赤ちゃんは通んなきゃいけないかええー分からないこれ俺もよく分かんないんだけど とにかく、美佐子教授の教えを聞こうじゃありませんか。はい、はい、この続きはた明日のわれたの上で。武田哲也今朝の三昧おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。昨日はちょっとね、あの男性で女性の体を。はい。ただ、あの美佐子さんの説をこう。本を読みながら。母となる女性の体をこう勉強。 さてもらうんでですがが、はい、本当に頭が下がるで、えー、妊産婦さんの苦痛を排除するために帝王切開で麻酔のうちに医者が赤ちゃんを取り出すという帝王切開がアメリカヨーロッパでは30%、うん、日本では2010年以降20%を超えているて賛同を通すという重大さを医療は忘れているんだと賛同を通すうん、うん、母さんどうでした いやいや、私は通してないんですけど、帝王石灰だったので、ね。帝王石灰だったのか。参道を通すっていうのは何か意味があるんですかごめんなさい。じゃあね、そういう意味でちょこっと勉強してくださいね。はい、あのですね、お母さんの参道を赤ちゃんが通過することによって、参道内のバクテリアまみれになるそうです。お,<ー>お母さんの体の、その参道にはやっぱり、バクテリア、まあ悪いやつもいいやつもいっぱいいて、それを体中になすりつけ、 ながら出てくるんだって。<ー>でも、それが、一番最初の、免疫をつけるっていうことのスイッチになるんだって。<う>で、これがね、ものすごく重大で、体制を賛同通過することで、その赤ちゃんに身につ、身につくんだって。<ー>体制が。で、かなさんはそっちの方をやったと思うんですけど、現代医療はですね、わざわざ賛同のバクテリアを採取して、 帝王切開後に塗りつけてるんです、えー、そうなんですか、うん、すごいこの後著者は断じて出産は病ではなく医療の分野に存在するものではない、うん、こういう言い切りがミサゴさんはすごいんですな出産は医療が築かれるはるか以前からあった 当たり前です。<laughs> そすね。ねえ。えー、そしてその出産は、ああ、そうやって人類の命をつないできたんだと。お医者さん会なんか全然いない時から。で、医療が関与して安全性、快適性を追求する。そっちの方がちょっとおかしいんじゃないか。著者は出産とは女の体の母性のスイッチを入れるための経験なんだと。 産婦人家での出産体験ではなく、いわゆる助産婦員の助産所で、えー、出産した女性たちを調査した結果、赤ちゃんを産むということの重大さを女の人たちは自動的にたくさん学んでいるっていう。はい、で、ここに一辺の詩があります。これは助産所で出産したある女性が書いた詩でございますが、ねえ、そんな出産体験を彼女は後にこうまとめております。 繰り返し襲う生き身の波。土から覗き始めた卵膜に触れる。私は生き物。卵膜が破裂し、溶水が流れ出た。少しずつ少しずつゆっくりと赤ちゃんの頭を感じ、出すにつれ、私の体はふわーっと軽く持ち上がり、どこかの宇宙を一人漂っているようだ。 私の全身がいつの間にか希望に包まれている遠くで声が聞こえたいい顔してるわね不思議な心地よい時間だった羊水の匂いとピンクのレールに包まれてうーんどうですあの不思議なものってあ,あの女性って、うん、出産の痛みって、うん 幸福の方が強いから忘れちゃうんですよね。そういうことなんですね。そういうことなんでしょうね。うん、この辺はもう全然男には理解できない。だからもう怖いもん。この詩読んでても怖いもん。<laughs> そうでしょうね。怖いよだって <laughs> 出てくるんでしょ赤ちゃんの頭が。そうですよ。乱幕が破裂し、羊水が流れ,流れ出たとか、赤ちゃんの頭を感じるとか。もうそのなもうなんかもう想像がつかないから。女性ってな。 すごいですね。ここにあるのは著者曰くでありますが、文面についての苦痛リス,リスクではないんだと。男には全く不可能な体験の報告である。ここには女性の能力の参加がある。命を自分の体で産んでいるという体感は、男が絶対体験できない本能と野生に支えられている。うん、あの、12月頭ぐらいの放送で俺があの、 子供を産んだお母さん方の肉体に圧倒されるっていう独白やってたな。ああ、ありましたね。木犬公園でさ、小6、小4、小2ぐらいの男の子3人並べといて、ええ、お母さんがノックバットでさ、野球鍛えてんのよ。ええ、よく考えたら、この人は自分のお腹から産んだものを今縦に並べてノックバットで鍛えてるかと思うとさ、ええ、もう本当に。それからあの、あれだよね、三軒茶屋のマーケットでお見受けした、<laughs> ちした奥さんはい俺あんなガタイのいい人見るともう女性でもすがりつきたくなる <laughs> 私より1 5ンチぐらい背の高い <laughs> そうですか 1m767 ーーある方でしたねおあ大きい方ですねはい、はい、本当にすがりつきたくなるような二の上でしたね <laughs> はい、はい、あごめんなさいこういう出産体験を通して女性は母になっていくということでありますけれども美佐子千鶴さんの女が女になること また明日からも勉強していきたいと思います。竹田哲也、今朝の三枚よろし。おはようございます、竹田哲也です。おはようございます、水谷佳奈です。ここまで聞いていかがですか、そのミサゴさんの女が女になること、まあ。分からんからさ、もうサグリだよ本当に。割と女同士って、うん、出産痛かったよねそういう話ってしないんですよ、お互い。もうなんか自分の中だけにとどめてる。 感じがしますね。はあ<ー>。それは不思議ですね。は<ー>あまりまだに出ない。ああ。まあ、あなたに聞くの失礼だよね。あの、本当に。だけど、出産体験っていうのはやっぱり非常に重大なものなんでしょうね。それはもう本当によくわかります。えー、美佐子さんのご意見聞いてみましょう。助産師さん、うんですね。の言葉を紹介していらっしゃいますが、医療院でなく家庭あるいは助産院で、 女性たちが子供を産む。それはものすごく強い体験になるんだと人生の中で。そしてその強い体験、強烈な体験を心地よい体験に導くのが自分たち助産師だと思っておりますと。ここで自分の力で産んだ方というのは自分の力で自分のホルモンだけで産んだという決意と体験が母性のスイッチを入れる。 医療を介入させず、己の体力のみで出産したという体験は、性の大元の、あれですね、原理を獲得することになると。分娩中、周囲に気を使わず、大声を出し、感情を隠さず、別の力に任せてしまう本能行動。これは、性行為、あるいは、脱奮にも勝る快感に違いない。 これは私じゃないですよ。三沢さんの文章ですが。<laughs> はい。直裁ですね。こういうことズバーッとおっしゃる方でありますね。はい。ミ、さんがおっしゃるのは、近年増加傾向にある虐待、育児不安や育児放棄は、実はこの体験のあるなしと深い関わりを持っているのではないだろうかと、著者は指摘している。えどういうことだろうその、なんかこう、 子供を産んだという手応えなしに子供が出現したことへの戸惑いみたいな。そういうことが、いやおごるわかりませんよ。だけど、美佐子さんそんなふうにおっしゃっておりますね。自分は動物なのだという実感を出産体験で楽しんでほしい。子を産むという力は女性の体の中に蓄えられている。その力を存分に出し切る。 そうすると、女のあ、母の自覚が宿る。えー、女の体には生殖という野生が宿っている。そのことを女性自身気づいてほしいということなんでありましょうね。はい、著者は言います。私たちは生まれて育てて死ぬ。この基本の形そのものに喜びと満足がある。生きること自体が、あリスクに満ち溢れている。 だから、妊娠出産というリスクというのは、もう実はそんなに大きな危険ではないはずだと。近代医学が全力を挙げて精緻に作り上げられてから、妊娠出産はいつの間にか女性のリスクになってしまった。近代医学の前から、妊娠出産ってあったわけで、い、いきなりこの医学が出てきてから、その母体へ、 えの、その危険ということで妊娠出産がこう取り上げられるのはおかしいのではないか。と、こんな風におっしゃっているんですな。はい。えー、子、えー、猫を取り上げられた母猫はものすごく怒った。見たことない。猫って怒るよ。へえ。ー。あ見たことないでしょないです、ね。あ都会の方がないんだ。<う>ああいうの俺覚えてるよ。あの、6匹ぐらい子供産むじゃん、はい、猫が。はい。 もうほら残酷な話だけども、しゃあないわな。母ちゃんが何匹飼うか決めてあるから、生まれた先から捨てに行くんだよ。えー、やだ。仕方ないじゃん。だって、うちだって結構クック行ってんだからあの、取り上げるとね、あものすごく怒るおとなしかった母猫が。はい、それで、ずーっと恨むように探すんだぜ。夜中中。でも、その子供を取り上げられた。 母猫の怒りっていうのはやっぱすごいでこれやっぱり絶対にあの人間にもありますよねはいあの山口百恵さんが<っ>あの子供を保健所に連れて行こうとしてあの芸能人に追っかけられて取り囲まれた時あそんなことありましたっけあ暴れたんだよええー、それ知らないです百恵、うん、ちゃんが。 あの桃江さんそうそう,そう体当たりとか食らわして<っ>暴力を振るったっていう、ね、<ー>でも誰も責めなかった<ー>あのあのやっぱり子供を産んでる緊張感と守って育てなきゃっていうのが女性に宿ると本当に本能なんですね、うん、それがねあのそういう母親の母性っていうのはやっぱりすごみがあるなというふうに 思いますな、はい。時間いっぱいになってしまいました。この続きまた明日のナイタの上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷からです。昨日あの猫の例えなんか出しましてね、子、えー、猫を取り上げられた母猫というのは、のね、いなくなった子猫に対してものすごくその、えー、探し回る。ミサゴさんはおっしゃいますね。 産婦人科なんか医療医療が介入しますとあの母親からすぐにこれ離してしまうんですかそして申請実質に集めるでこれはもちろん母体を休めるためということなんですがここで粉ミルクが給仕されるため母乳保育があまりこう重大されてないっていう指摘が、はい ミサゴさんにありますね。はい、ええー。まあもちろん低体重で生まれた新生児、そういうものはやっぱり、あの、保育室の保育費が絶対に必要なんでしょうけども、あの、日本の助産婦さんの中にはですね、助産師さんの中には、裸の胸で裸の低体重新生児を育て上げたっていう人の記録があるそうですよ。え、どういうことですか やっぱおっぱいかなんかの間に挟んで、<え>あの、未熟児を育て上げ続けたんでしょうね。その新生児室に入れない入れないで。いでええー。うん、まあ、特殊な例でしょうけどね。で、著者は、コロンビアやボリビアでは、懐に入れて、ブラジルでもそうですが、胸に抱いて子供を育てるんですって。<う>おっぱいのとこ入れるんでしょうね。素肌にもろに。はい。これをあの、 カンガルーケアと言いまして、えー、このコロンビア、ボリビア、ブラジルあたりでは、あの、母子同室なんですって、出産したら、あの、お母さんが同室で面倒を見なければならないという。はい。ことらしいんでありますね。日本は別室ですからね、しばらく入院中は。そうそうそう。えー、あれは、あれがあんまり良くないとおっしゃってるんでしょうね。どうなんだろうなわかんない。だけど、 基本的に、あの、あの、今産婦人科さんってあえて言っちゃったけど、あの、いわゆる医療というのは西洋から入ってきたもんだから、西洋システムを取るよね。はい。あの、子供の育て方にしても、あの、割と早い段階から、子供部屋を作りますよね。うん、そうですね。<の>映画見ててもね。そうそうそう。あの、ベッド、ルームに行かせて、一人で寝かせるんですけど、日本しないんですよ。はい。あの、今はしてますけど、 かつての時代は、親子というのは、川の字になって寝るというのが、妥当だったんですね。それが、教育的に非常にこう、子供の自立心を奪うということで、真似したんですけど、はい、なんかあんま関係ねえんじゃねえかな。どうなんでしょうかね。はあ、うち子供小3ですけど、まだ二人で一緒に寝てます寝てんのあ、わ <laughs>、はい、かんねえよ。はあ、そっちの方がいいのかもしれないどうなんだろう。あのー、 戦争前の日本を見た西洋人の多くが書き残している伝聞の一つに日本の子供の幸せな笑顔っていうのがある。うん、あの、明治期あの西洋からやってきた人が大森あたりの海岸をブラブラしながら日本の子供の表情を見ててこれくらいニコニコ笑って近寄ってくるっていう子供世界中で見たことがないって。<ー>で、その人が言ってるのは あの、小さな子供を叱る、あの、大人を見たことがないんだって。あの、日本の大人たちは、穏やかに子供を見るんだって。しつけはもうちょっと大きくなってから、ものすごく厳しくなるんだけど、幼児に関して、これほど優しげな国民を見たことがないっていう、そういう、あの、ことを書き残した方がいらっしゃいます。はい。ですから、かなさんのその、一緒に寝るっていうのは、 いいいかもしれないです男の子男ですね可愛らしいでしょなんかはいまだまだ可愛いですねあの俺も正直に言うけど<ー>あの俺寝しょんべんばっかりしてた子供ですけど時々、はい、あの泣いていますとあの例の死んでしまった母親が抱いてくれるんですが、はい、あのうちは貧乏屋で寒かったもんですから足が寒いっちゅうと母親が股たぐらに挟むんですよはい俺の足をえー、えー、ええー、とね母親の白い股たぐらのぬくもりっていうのはね気持ちいいんですよねあったかくてね 子供喜びますもん足挟むと、うんうん、大事なぬくもりだと思いますよね。えー、スキンスップってのはああいうことだと思いますね。さて、ここから著者はですね、女性の生殖年齢期間の基本である月経を取り上げまして、ここでも女性の自然にあまりにも生理用品の介入がありすぎると指摘しております。その月経ですね。はい、等のコントロールに関しては、 これは女性が本能で対処できるのではないだろうかというような指摘をなさっております。本能で対処わかんないのいや、私も,私もよくわかんないけど、<laughs> 生理の女性が女性であることをキープする日でありますけども、その時のあれは、そういう用具を使わずに本能でできるっておっしゃってるんですよ。はぁ、あね。そういうその能力本能という、そういうものが現代女性は低下してるんじゃないか ね、これバーっと続くんですけど、私よくわかんないし、あんた方の反発も激しそうなんで。あんた方って <laughs> あの、とにかく、あの、読 <laughs> ん,んでください。この辺すっ飛ばします。<laughs> すっ飛ばしたところから来週また続けたいというふうに思いますんで。<laughs> はい。この続きまた来週のまな板の上で。武田哲也今朝の3枚おろし おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷からです。ちょっとあの、妙な出方をしますが、あの、去年の12月の頭ぐらいだったかな、ちょっと今、福岡でレギュラーを持ってるんで、はい、あの、隔週なんですけど、戻ってるんですな。飯食おうち話になって、友達がやってる。飲み屋さんですか飲み屋さんがあるんで、はい、そこ行こうっ,つって。 俺、親戚の子呼んだのよ。い、いとこ呼んで。いとこで、ちょっと兄貴の子なんだけど、もう四重なんだけど、あの、性格のかわいいつなんで呼んで、女房と一緒に。で、いっぱいやるか、っつったら、うんうん、てっちゃん行くって言うから。行 <laughs> ったら、はい。何のことはない、なんか脅かす意味なのかな。昔のフォーク仲間がいっぱい集まってんのよ。そのお店にですかうんうん。そこは、まあ、たまり場なんだけども、誰か集合かけたみたいで、はい、集まりいいんだ、また。 はい。みんなね。で、もう、じいさんばあさんよ。はい。みんなね。で、あの、こんな言い方、ちょっとこう、誤解招くかもしんないけど、えー、かつては、その、財津和夫と組んでたやつとかいるわけさ。<ー>えー、だから、順当に言っとけば、チューリップの一置になれたとかっていう奴もいるわけだ。だけど、別れちゃったんだろうな。で、はい、それもう、まいのよ、そいつがまた。歌もギターも。あの、座って飲んでると、おじいさんよ、頭のハゲた <laughs> なんか。<laughs> それから、私が恋をして別のところに嫁いで行った女の子がいるわけ。<ー>もうそれも中年のおばさんになっちゃってる。それ、はい、から、憧れた先輩ね。それもおばあさんになっちゃってる。はい、女先輩がいるわけ、三人。もう別品さんなのよ。<ー>今も立派なおばさんになられて。やっぱ集まるとね。で、そこ行くと、俺はほら、呼び名が武田君になるわけ。 ええー。うちの事務所の社長とか一緒だけども、楽しさに笑ってんのよ。ほら、武田くんって呼ばれる武田を見たことがないからさ。えー、みんなでバーッと飲んでて。ほんで、みんなでなんか歌うかって言ったらもう誰でもギター、ーうまいわけさで。そこでみんなで、じいさんばあさんが集まってさ、カントリーロードを合唱するわけ。はい、で、みんなウエスタンやってたやつだから、うまいんだよ、ギターとかさ。さ、はい、もう、うちのおいっ子が呆然としてんのよ。 さっきまでただのおじいさんおばあさんだと思ってたのが、もうタンバリン振ったりなんかするわけよ。<laughs> 70近いおばあさんが、カモンと on, go, okay b a とかって言いながらな。<laughs> なんか、やっぱりびっくりするんだろうな。<ー>その、あの、あれだよな、あの、なんか、夕焼けにゃんにゃんで育った世代の子たちだからさ、はい、じおじいさんとおばあさんがカントリーロードを歌ってるってのはさ、<laughs> <laughs> ほんで<ー>、まあ石川っていうやつがいて、もう頭の剥げたおじいさんなんだけど、はい、こいつが、あの、思い出のグリーングラスがうまいのよ。で、英語で一人で、セリフふい風にこう、言いながらギター弾いて歌うわけ。はい、頭剥げても声はもう20代の頃よね。<laughs> うわーっとさ、れたらポカーンとしてさ、てっちゃんたちは変わっとーとかって言うんだよね。<ー>その、我らある意味でこう、色気盛りから。 色気すっかりなくなるまで、まだ付き合ってるわけね。うん、なんだか気持ちのいい仲間たちでね、はいえー。帰りがけにあの、うちの事務所の社長がポツンと、羨ましいですっていうね。うん、うん。なんかね、60半ば過ぎてちゃん付けで呼ばれる喜びってのは。いや、そうですよ。あるよね。<ー>なんかね、あふるさとの小さな飲み屋のその一軒だけなんだけど、うん、なんともはや快適な。で、その、 今週こう女性たちを扱っているでしょはいやっぱりなんかこう長いこと女性っていう性に引きずり回された青春と人生じゃん <laughs> 引きずり回されてた人生ね何 <laughs> <laughs> かねミサ子さんの本読んでね、はあ、なんかこう女性っていうものに対する勉強の足りなさをつくづく思い知るんですさ、はあ、私はね、はあ、もう生殖のことばっかり考えていたからさ <laughs> 生殖したい生殖したいっていうね。<laughs> <laughs> 子孫を残したいっていう。それで追われた20代だったから、もう今すっぱりそういうのが全部嵐のように過ぎていって、そうやってこうなんか、あの、あの、その女先輩たちと顔を合わせ、女を、こう、の、という幻想を与えてくれた諸先輩の女性たちと一杯飲むときに、あれは何だったんだろうっていうね、思うわけですよ <laughs>、はい。 ね。はい、はい。あの、美佐子さんに戻りましょうか。著者言います。正しく女であれ。そんな風に命じているんじゃないんです。生き生きと女でありたい。私はそう思うからこそ、えー、こんな、ことを考え続けているんです。で、この美佐子さんのお、面白いというか、ギクッとするところは、その、倫理で女性というものを測るんではなくて、こう、すごい言い方しますね。<laughs> 性を存分に楽しみ、激しく男と交わり、 子供を自信を持って産み、そして育てられる。そういうことをオッケーっていう社会にならない限り、女性というのは伸び伸びと子供を産むということはできないのではないだろうか。女たちが子供を産まなくなったのは、家事という重労働が待ってるから、それで育児を重ねられるのは嫌だとか、苦痛だとか、えー、そういうのとこう、すぐ連携して考え方だ、立ちだけども、本当にそうだろうかっていうね。 この橋、びっくりしたんですが、カさんね、こういうことあったらしいですよ。かつては、3歳くらいまでは母親が子育てに専念しないと子供の情緒が安定しない。これ国がこんなことを認めてたんですってね。うん,うん。ところが、これが3歳児神話と呼び捨てにされて、激しく否定されていると。ね。 昭和33年、1958年の厚生省の、えー、厚生白書では、児童は母親を中心とした家庭の中で健全に育っていくものとされ、保育所の目的は保育にいかけた恵まれない児童を保育すること。こう、不都合があった場合は、じゃあ保育所っていうね。でも、それが平成10年度版ではすっかり変わったんですって。このあたりちょっと、 行ってみましょうか、ね。はい、この続きまた明日の話題となる上で、武田鉄矢、今朝の三枚よろし。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、まな板の上タイトル、間違えました。女が女になることでした。はい。どう申し訳ありません。その、厚生省の白書。子育て官が平成10年、1998年度版では、愛情をもって子育てをするものの存在が必要なのであって、それは母親以外のものでもあり得る。うこう変わったんです。<う>前は、母親を中心とした。 っていう言葉があったんですけど母親が中心にいなくてもその社会全体で子供を育てようっていうことになった。で母親との3歳児神話は合理的な根拠があるわけではないと。こうやって保育所は子育てに必要で保育所があればこそそのことで女性が働くことができ子供を安心して海豊かで自己実現をする生き方が選択できるのであるって。 こんなふうにまあ今決めつけているわけでありますけども、うん、そんな単純なもんなのかなというのが美砂子さんのう思いなんでありはすはい、はい、これ今あの美砂子さんのご意見を言っておりますけども佳奈さんいかがですか働く女性として私は6年間子供保育園に入れましたけども、うん、もう本当に保育園に入れてよかったって思ってるんですね「<れ>保育園ありがとう」ってはあいやいやいやでもあのお母さんみんなそういうふうに言ってます「<は>保育園入れてよかった」って そんなにやっぱりお世話になりましたし、うん、その間自分安心して仕事ができるし、うん、その分ストレスなく子供と向き合えるし、うん、子供とずっと向き合っちゃってるとそれがストレスなっちゃう人も出てくるし<ー>それのバランスが取れたのがとっても良かったですね<ー>楽しかったです子育てが社交性とかっていうのはバッて上がるの なんか言葉の言い方が俺教師っぽくてごめんね。どうなんだろう。そんなの関係ないか言われますけど、うん、もうそれはその子供子供のキャラクターだからあんまり関係ないような気はしますけどね。うん、あの、ミサゴさんのご意見とかカナさんのご意見、あの、どれが正しいとかじゃないんですよ。ミサゴさんのご意見とカナさんの意見は対立しております。どっちがどうとかって肯定つけられるもんではないんであります。えー、ものすごい話になるんだけどさ。 刑事物語の時にさ、はい、パート2か「りんごの歌って書いておった時にさ、えーえー、たて志が俺んとこやってきてさ一番ラストシーン「たけさん子供マジで引っ張たきますか」って言うね。えいくつの子とお子さんです小学校5年の子おお10歳ぐらいか、うん、それでもう本番でいきなりビンタかましてうわうんわん泣くんだよそりゃそうですよその時によく覚えてるのはあの 続けて2発殴られないコツって知ってるのよえどういうことですかバチンとビンと入れたら倒れて泣き始めたんだよね、はい、泣いて何やったかったら2発目殴られないようにディフェンスに入ったのお<ー>そのディフェンスこそまさしく本能で俺の足に取りすがって泣くて、えー、おおそうかそうねもうね近すぎて殴れないのそれ台本に書いてあったわけじゃないからねないないないお<ー>はい 若子ちゃんが、堺井若子が泣き出すところでカットがかかったんだけど、監督はバッチグーの丸出してたけど。 あの子元気にしてるかなたけしっていう子でしたけどねいやでもきっとその痛みって忘れないと思いますよこれが芝居の世界こういうことなんだっていうもう子役すっぱりやめたみたいだけどねそうなんだでもへ<ー>時々このたけしのことすまねえなって思い出すんですけど、はい、これがあの保育所あるなしのあれとは直接結びつかないかもしれないけども、うん、まあいろいろ考え方あるということですね、はい、ただ 育てられた子供として、私の記憶としては、はい、母と過ごした時間っていうのは格別色濃く、はい、あの残っています。うん、母親と一緒の記憶っていうのは、幻想のように一句前も、俺ら、母ちゃんからあんまりあ一緒に遊んでもらったことなんかないんだよ。はい、ないんだけども、本当に色鮮やかにくっきり、その死んで19年になる母を、はい、そ,その一緒に過ごした時間のことを思い、 出しますかなさん思い出せるそれうちの母と一緒に思い出します、うん、もういろんなことがもう本当に切り絵のように切り絵のように思い出されますねだから深いんだねそうですね記憶がね、うん、あの母と一緒に過ごした時間の記憶の根深さっていうのはなんか植物の種みたいに落ちたらそこに根付いて育って幹枝を伸ばすように思い出の中で巨大になっていくような気がします、はい さあ、面白い一言でありまして、これは、女が女になることの中で、著者、えー、サゴ子さんが挙げてらっしゃる、三歳児の感性という一文がありまして、懐かしい言葉でその感性というのを表現してらっしゃいます。それが、軒遊びという言葉です。はい。び軒,軒,軒遊び。<軒>この言葉は民族学の柳田国夫が、 作った言葉なんでしょうね。分類した子供の遊びの一つであると。えー、柳田曰く、外遊びと対立し、親の傍らでの生活と、外の生活との中間に当たるもの。ああ、だからのきな。それを、軒遊びってううんこれ、ピンとこないほら、あの世界よ。母さん、お肩を叩きましょう。 あれどう考えても縁側の世界だよね。あ、まあもうも縁側には日がいっぱいってあるでしょう。あい。あの縁側という領域が持っている世界の豊かさ、うん、それを著者は軒遊びと言っております。この軒遊びの正体明日また詳しく。武田哲也今朝のろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、三佐千鶴さん、女が女になること。その一文の中のお紹介をしております。えー、で、わした言葉に、軒遊びという言葉があります。これは柳田国男が、あー民族学の大先生でありますが、分類した子供の遊びの一つであるという、外跡遊びと対立し、親の傍らでの生活。 表での遊びと、家の中の遊びと、その中間にあたるもの、それを、軒遊びと言っております。で、この、の、軒遊びという言葉に、えー、触発された哲学者、吉本龍明さんですね。亡くなりましたね、この間ね。はいはい、偉大な、我ら、大学時代の哲学者って言います、はい、吉本龍明さん。あ、あの、バナナさんのお父さん,父さんです、ね。はい。はい この方がですね、この軒遊びの説明で、素通しのガラス障子で区切られた玄関の土間に座り、ぼんやり外の方を眺めたり、兄と姉が小学校へ出かけ、母親と二人だけで、こっくりこっくり居眠りしている記憶がある。母の台所での家事をする者音、縁側の向こうの空に、鳩の群れが舞い上がる情景を、小さな私は眺めていた。 んこんなことをね覚えてらっしゃる、はい、この縁側から見た情景んなんかこれは思い出しますね今縁側ないですからねそう,そ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 うなんですよそのつまり縁側がないんです今、はい、縁側って考えてみたら微妙な空間だよねあの外と内の間、はい、で通しめないと雨が降り込む っていう危険性をはらみつつ、うん、塩梅ばいがいいと、はい、そこにこう朝日がさしたり夕日が差し込んできた時にその縁側が最高のポジションになるというあるいは側溝の縁側に腰を下ろして小さな私が足をプランプランさせながら、はい、もらったスイカを食べるんだけど内側にいる時から解放されて 種は外に捨てていいという、たまらない解放感。はい。あれを味わえる場所。で、時として、おトイレが間に合いそうにない時は、あの、お母さんが持ち上げて、シー、こい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 。天然川でしなかったいや、それは。俺覚えてるよ、母ちゃんが。また広げて。あー、なんだろうね、不思議な呪文だよね。シー、こいこいこいって言うんだよね。おしっこが出ることをね。 そんな情景。私はですね、かなさん。これ、あの、ちょっと本文から離れます。私はね、雨が降り出すってあの物音が、すっごい好きなんですよ。ええ、雨がね、細い雨がさーっと降ってくる、庭の地面に当たったり、窓、屋根を叩いて降りしきるっていう音がね、ものすごく好きなんですね。はい、これ個人的な私のあれですよ、感覚ですよ。はい、もうね、 ものすごく落ち着くんですないそういうそういう音に音ってななんかなく私風の音ですね、はあ、わざと窓を細く開けとくと、はあ、ピューって音を聞こえてくるあの風の音が好きですねあだら子供の頃どんな家住んでたマンションです高層階7階ですそれだえっそれだそれだ 7階だから風の音に敏感になったんだよ。そうかもしれません。1階の子はそこまで敏感にならない。あ,あ、そうかもしれません。そんな、深かねえもん。音がするほどの風って、そう,そう簡単には。うん7階だから、そか吹き抜ける風なんだ子供の時の体験なんですね。うん、ねで、その風に何か母との思い出が混じってるはずなんだよ。ああうん。あの、ちゃんとリンクします。リンクするだろう。う必ず母がなんかこう、レモンパン焼けたわよーとか。 お前、どこどこだレモンパイ食ってたの <laughs> <ん> ?3 歳で。はい、ごめんなさいってなんだ貧乏人を見下したような。<laughs> レモンパイでした <laughs> レモンパイ食ってたの ?3 歳で。おい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 。おら、カステラの味さえ知らなかったよ。おやつっちゃ芋だったよ。ふかしたよ。でもおら、幸せだったんだよ。三 <laughs>、はい、3歳の俺はよ、芋を手に持ってよ。<laughs> なんでそんなやさぐれちゃってるんですかえ レモンパイででで聞いたただけでかってたの <laughs> で私の思い出でありますかなんで私は雨の降り出すこの音が好きなのか、うん、65を過ぎてやっと思い出したの、はい、シャーって静かに細い雨が降り始めて庭や窓を叩くあの音は母が踏むミシンの音に似てんのおおそうかあのミシンってうちの母ちゃんプロだから一、はい、回踏み出すと 早いんだよ。わかる素人じゃねえから、シャーって、延々と布地を操りながら縫い上げていくんだよ。はい、そのミシンを踏む音、それを正直一枚挟んだ縁側で俺は聞いてるんだよ。<ー>だからその音がする限り母はそばにいるんだよ。<ー>それが雨の音に似てるから、今でも雨の音が聞くと安堵感があって、 母ちゃんはどこにも行っとらんって<ー>さつまいもを加えたままククッと寝るというね <laughs>、はい、縁側で、はい、これがあの私の軒遊びの時代でやったんでーんかなあピューと隙間から入ってくる風と、はい、レモンパイを焼く母の後ろ姿 <laughs> 真っ白いエプロンをして <laughs> エプロンしてましたうわー憎ったらしいなあこのこの生活の差 それじゃあまた、明日の続きでございます。<laughs> 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日は柳田国夫が指摘した幼児期の軒遊びという時代ですね。それがいかに貴重な体験になっているか。まあ、自分の体験も含めてお話したわけでありますがね。えー、吉本流明氏も、哲学者の吉本流明氏も指摘しております。文明史がそれを認めるか否かは別として、この外と内の中間の軒遊びの時間を持つことは、人間力の特性につながっていると。 思うこうこ吉本流明ははつぶやいいておりまますす著者言フェミニズムの主張、家事労働は女性を抑圧するもので、えー、これが無償だから女性は抑圧されたままなのだ。この家事への敵視、女性の職場進出、未婚、妊娠出産のリスクカウント、セックスレス、えー、少子化あ、それから自己実現と、 進んできた女性の文明史。しかし、苦痛だから福祉を求め、イクメンなる家事を好む男を理想とすることで、果たして良いのであろうか。家事を分担すると、主婦は夫が分担分をちゃんとできてないと、管理者として激しく怒るようになる。著者は、家事は家の女が引き受けるのが良かろう。家族を穏やかにするのはやっぱり家の女なのである。 絶対に男にはできない。これ、ミサゴさんの考えですよ。原、はい、さんともう違うって顔してらっしゃいますけど。これ、ミサゴさんの考えはい。無論、男が肩代わり手伝うことは当然で、評価も賛辞も、そんなこと必要ないと。な、当たり前だと。で、それを了解して勤めるところに、家の女の重大さがある。はい。やっぱね、家の女が触ったものって、やっぱ何でもパーフェクトですよ。 うもうなんかもうほんと管理されてっからもう怒られてばっかりいるんだけどもな、はい、トイレの使い方から風呂の使い方 <laughs> 箸の持ち方な食べた茶碗の置き方から色々教えていただいてね <laughs> <laughs> 今あの本当にあの分担しようとしてるんですが分担しても怒られる時々頭に来ることがありますがやっぱり上手よね、はい、うん洗濯物1個をたの畳み方 選択の、選択するものの段取りとか、やっぱ家の女には勝てませんもの。んえわずか2世代前の女たちは家をきれいにし、ご飯を作り、子供を産み、姑の面倒を見つつ、死ぬ時は見取り、その上、家族の幸せを祈り、働き、生きていたのである。はい、その暮らしを決して、女たちは不幸せとは言わなかった。と著者は言うというね。はい 母さん働く女性で、えー、あれやから、あの、ブツ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 この子当たるんですよ、私。この人古いって言うんですよ。だけど、一つの提案としてね、<laughs> はい、確かに2世代前の女たちは、洗濯板で洗濯してたんだからな、ね、かつての女どもは。 赤ん坊を背負って。炊飯器もなかったんですからね。ご飯炊いてたのよ、マッチで。火起こして新聞紙に火つけて。わか,かりますよ。それで、忙しいとも言わないし、う,うちの母ちゃんもほら、ミシン踏んだりしてたし、えー、朝、豆腐売りに行っていくらか稼いでたり、えー、か、新中軍の名堂でベビーシッターやってたこともあるし、<ー>で、タバコを毎日売ってたり。はい それでなんかね、白菜の漬物とかつけてたあな,なんか。ああ<ー>。それからなんか、春先、春分の日はね、俺らにボタンち食わせてくれたよ。あちゃんと。うん。んで、5月5日は貧乏だったけど、近くの公園から抜いてきた勝負の花を浮かべてな。はい。公園管理の。い <laughs> <laughs> てきたん <laughs> いいんだよ、そんなものは。<laughs> 税金払ってんだから。母ちゃんの口癖。<laughs> <laughs> <laughs> 浮かべただから、ただから柏餅とか鯉のぼりは上がらなかったけど、はい、風呂に入ると勝負の花が浮かんでたな。<ー>それが子,の子供の日の全てだったんだけど。はい、まあなんかそれで歳時期をきちんと折ってやってましたよね。あの、様々なご意見の分かれるところだろうというふうに思いますが、あの、三郷さん、女が女になること、これ、えー、藤原書店から出ておりますが、結構過激なことが書いてありますけども、 この方の持ってらっしゃる姿勢というのが私は好きなんですね。本当のこと言うとですね、カナさん、お会いしたことあるんですよ、あ、そうなんですか。テレビ番組で。和服でいらっしゃいまして。えー、おいくつぐらい,いやも,うもちろん私とね、あの比較的近い世代の方ですよ、50代ん、えーうん、過ぎてらっしゃる方なんだけど、はい、気配の中にきちんとそのような、あの、 性にまつわる女としても幸せであったというねそれはわかるものなのですか分かります当たっているのですかそれはわかんないけど <laughs> ええー、あのー、な何日か前か社長と一緒にそば食ってましたらね後ろで麻布だったんですけど麻布のそば屋でそば吸ってたんですけど振り返るときれいな人でしたファッションモデルみたいなうん どっかのセールスの人と綺麗なその奥さん前とした人が話してらっしゃるんだけど男は一生懸命何かを売り込もうとしてるんでしょうね、うん、それをチェックしながら買うか買,買わないか迷ってらっしゃるんだけど物言いがすごく冷たいんですよ<ー>うんおそらく30やっと過ぎたばかりの女盛りの方です、はあ、ピシッとしたジーンズうもうお尻の谷間がくっきり出るような やつを入ってらっしゃいましたけど、はい、よく見てますね。俺ま、ね、食べながら見るんですよ。俺すごいんですそういうところ。<laughs> はい、だらだらとはすいませんでした。はい、この続きまた明日のモ丸いの上で。武田鉄也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄也です。おはようございます、水谷香奈です。三郷千鶴さん、藤原書店から出ております。女が女になること。 実は昨日でもうネタが尽きてしまいました。はい。あの、本当はたっぷりあるんですけど、真ん中ガバーッと抜いちゃったから。はい、あの、生々しいところ。生々しいところ。中身はもっとたっぷりありますんで。で、最後の締めくくりは、私のノートを広げてのフリーのおしゃべりにしようかなと思って。はい。これはですね、2015年の11月11日、読売新聞で見つけた記事であります。チンパンジー。 障害をを持つ子を介護する重度の先天性障害を持つ野生のチンパンジーに対し母親と姉が約2年間介護とみられる行動を取ったことが確認された。 これは京都大学の松本拓也さんらの研究グループが発表したものだそうであります場所はタンザニア国立公園2011年1月に生まれたメスだそうでありまして生後1ヶ月から2ヶ月でも寝たきり状態え先天性の遺伝的疾患があったと見られると、はい、でその子がどうなるだろうかとこ,この研究チームが追跡調査をやっとったところ母親はしがみつけない娘を 左腕で抱きかかえるなどして通常の子育てでは見,見られない方法で移動させる母親が食事をする場合は姉が他のチンパンジーに触れさせないようにして守り続けた<ー>すごいでしょこれ、はい、で障害のあるチンパンジーは驚く中で野生の中で2年近く生き延び 12年の12月以降姿が確認されず死亡したのではないかという可能性が高まった。今まではこのような子は捨てるんだとかっていうのがそのチンパンジー世界の当たり前だと思ってたんですがこれで定説が崩れて障害のあるチンパンジーを母とその家族が面倒を見続けて2年以上の余命を持ったというね。 これ重大なのは、はい、人間の進化の過程でもこれがあったのではないだろうか障害を持つ他者にどう接してきたかこういう人類史にまつわる、まあ、いわゆる進化の道筋の中に重大な参考資料となるというだから前も言いましたように協力しない猿は死んでいくっていうねうん、うん、それからたとえ障害があろうとも面倒を見るというところから チンパンジーの進化に大きいこう力があったという、はい、いい話ですよね、はい、あのー、京都大学のグループが確認したことですけどあの進化の研究をまだやってらっしゃるんですねこういうところでね、うん、パンザニアあたり、えー、これははっとしますねはい、えー、我々もこの手の猿を経由して人になったというね、えー、そういうことを忘れては いかんな、というふうに思います。はい。これ2015年の10月1日、えー、読売の編集手帳っていうコラム欄ですけども、はい、ものすごく面白いジョークで飾っておりますな。銭形平次と女房がフランス語で話している。はい。おしずという女房が飛び出していこうとする。平次親分に向かって、 フランス語で問いかけるろ。十点持った。<laughs> 面白いじゃないですか。<laughs> 悔しいけど、笑っちゃいました。そ <laughs> うフランス語で平次が答えた。またムトゥラン。うん、文句できてますね、それ。<laughs> <笑><笑>あの、いつかやろうと思ってるんでありますけれども。 タモリさんの歴史と戦後日本って面白い表現書く人がいてねタモリさんの青春をじゅうとこれなかなか面白いですねそれでタモリさんの特技というのがでたらめ外国語っていうのが得意だったっていうのがタモリさんの人生を変えていくんですけども。うん 森田和義っていう、早稲田大学の一年生がいて、モダンジャズ研究会に入るのよ。なの、ええ、で、マイルス・デイビスが好きなタモリ様、森田和義は、どうしてもマイルス・デイビスになりたいして、ばっと先輩の前で吹くんだけど、先輩からものすごいきついこと言われるの。森田、マイルスのトランペットは泣いているが、お前のトランペットは笑っているって言われて<ー>、それで、お前悪いけど、マネージャーやってくんねえかってで。マネージャーやるんだって。で、演奏旅行に行くと、 もう退屈で退屈でたまんないんだってな。金ねえから、はい、演奏旅行に行くところ、町まで鈍行なんだって。えー、その、面白い人間の運命じゃわかんないな。その、退屈でたまんない先輩が、森田おめなんかやれよ、面白い方って言いながら。押すとこの森田っていうのがすんごい起点が効いて、観光旅行にやってきた中国人っていうのをやるんだって。はい、それで、 知らないで列車に乗ってきた人の横に座って質問するんだって。はい、あの、エセ中国語で。で、それがもうおかしくて、たまんないぐらいの名ギャグになっていったという。うこれはまた、あの、ちょっと時間を置いてまたね、今、ちょうど3枚に折れしてますから、はい、じゃあ一番最後に編集手帳のギャグで落としましょうかね。 えー、おしずさんは韓国語も得意だったそうですよ。うん、タモリさんと同じように、銭形平治の女房のおしずね。で、旦那がいなくなった後、針仕事をしてたんですが、新しく買ったばっかりのハサミで、糸を切った瞬間にびっくりして思わず、韓国語で、おしずさんが、そのハサミを絶賛した。よう切れるハサミだ <laughs> このツイ来週の、まな板の上でございます。スペシャルスタート